講義種の、積読集拡大版の方と二元書ので、説明をしていきます。これ筆順の解説もついてるんですけど、たまに疑問、それから欠損部分があったり、総合転覆でこう補っているところが、なんかこれ違うんじゃないのと思われる部分もあったりするので、そういったところも含めて話をしていく。でこれは完全に欠けてるので、あえてこうしたわけじゃなくて、擦れてしまったのか折れてしまったのかで、そこをこう当たって、まあ、欠けちゃって、いるというようなところが時々ありますけどね。でこれは縦が最後7納得です。ここまで切って跳ね上げてズバッとこう来てますよね。で これは線が力強く効いてて止まって、で強く当たって少し力抜いて、でこういう動き、少しこうずれてということですけどもね。でこれは、欲の字なので、ここ一旦止まってるんですよね、ちょっとっていうことですが、これは中火で、かなりここ大きく重たくしています。こういったところは大岸の力強さですね。これも太くたっぷりとして、こういう構成が、こういったところも大岸らしいんですね。全部太いんですが、その太い中でもさらに太いところと若干そうでないところの差をつけるというようなね。で3でここでまた義士トンシとこうなるんですけれども、ここではもう2つ3つ、すごく中途半端でこうこの後に2本足したりとか、ここを3つにしたりとか、いろんなバリエーションありますけど、まあ、ここでは一番少ない画数で来てますね。2本にもうこれだけでこう来てます。でトンシュ、こういう掛け順で来てます。でこういう傾いているけど倒れてないのは、ここへまっすぐ行って力強く重たく行ってるからとかね、まあ、いろんなことがありますけど、これはまっすぐ来てますし、でここの振る取りは、丸めている草書の形をとってます。でなおかつ立って行ってというこういう順番、左から行く書き方と、こういったところも立っていって、これ草書で、こういった形を取る草書で、フルトリをこうしてみたり、こうしてみたり、まあ、いろんなことをやってたりします。で下心をあえてこう狭くして締めるということをやってみたり、これは左から打ってたり、でここの流れもですね、多分大岸真筆にかなり近い、かなり丁寧に、写し取った草稿展望だと思うんですけど、こういう太さの変化だとかね、見事ですね。わずかにこう相当傾いてはいるんだけど、字としては傾いてないんですよね。角は傾いてはいるけれど、字としては高さの問題とこういった構成の問題で見た目ほど傾いていないっていう工夫、まあ結果的にそうなったということもあります、ね、で問題はこの活の字なんですけれども、一体何をやっているのというのが非常に疑問に思うところです。何度も書いて確かめました。通常活の字はまず行書で今こう書きましたけれど、ここの部分の書き方
下分けると上これ要はこれにしてこれですよね。なのでここからなって点これですのでこれいってこうあるべきところなんですけどどうもそうなっていない。これいってでこれいったとと見えているのか。これの解説だとこうしているんですが、これを考えるとこの線の説明がどうしてもつかないで、結局は私の見立てとしては点はいい、縦はいい、でここ降りてきたところはいい、でこれ行ってこうなのか、こうしたのかなって思うんですよね。通常だとこれ回した後、これ行って左払ってで点点、そうするとこれが何なんだろうってなってしまいます。多分これ行っているんだと思うんですね。こう行っているのは見えているの でこれも見えているのでこう返していってこういう風に見えてるんで、これが果たしてどうなのかなっていうのはかなり苦労されて中の点で、でさっと払って終えてると言った時にじゃあこれは何っていうのが、見えないんですよね。非常に疑問です。でいかんいかんこれ太いまんまですが若干の太さの変化をつけつつでさらにその先すごいさささっと早書きでこう書いている、ショート慰めの字なんですけれどこの素早さは、見事、こういった連綿も見事、もう勢いに任せていて手が勝手に動くレベルでこう書いているのでその範囲内でだからこれ小さい字だからこそこう一気に動いてこう書けているんだと思うんですね。これ半紙の手習いで大きく書いてると全然違うものになってしまうんですが、ですがこの大きさでまずは書いてみるということはもちろん大事だと思います。いずれにしてもこの活の字のここの部分はどうしても疑問が残る。この線はどうなんだろうってこう思うんですね。だから通常の だから説明がつかないんですよね。どうしてもねこれなのか これなのかですよね。難しいところですね。というところでここまでで、一区切りで次からまた、別の
文章になっていくので、積読になっていくので、それはまた、次の動画でこう説明をしていきます。こならずの筆順ですとかね、こうたっぷりとした、字とか、どっしりとした書の字とかね、こうありますので、またそれは次の動画に送りたいと思います。今回は以上です。